皆さんごきげんよう。すごいなんかタイトルで惹かれたんで、この記事もちょっと紹介したいと思います。人生こんなじゃなかったから登る人と落ちる人の決定的な違い。まあ、僕もね、まあ、人生こんなじゃなかったって、まあ、思っている部分もあるんですよね。まあ、それ言うとすごい自分が惨めな感じもするけど、まあ、あるよね、みんなね、きっとね。こんなはずじゃなかったというのが人生。まあそうだよね。人生設計という言葉は、今30代でこうなって、40代でこうなってる、50代でこんな暮らしをして、60代でこうなっていると、自分の人生の壮大的なイメージです。現在の暮らしぶりを起点に客観的に人生を展望できる天才もいるかもしれませんが、実は設計など言いながらほとんどがイメージ、希望的観測によるものと言ってもいいでしょう。もっと言えば大変がこんなはずじゃなかったというのが人生ではないかと思いました。自分ではどうにもできないことが原因で人生設計の変更を余儀なくされるケースもあるでしょう。あるいは自分の不甲斐なさ、本当三昧、不倫など人生設計を食らわせてしまうこともあるでしょう。あと病気とかもあるもんね。とか事故とかね。なんか自分だけじゃコントロールできないよね、どうしてもね。あと、うん、さ、やっぱ人生設計をさ、しっかり描いてそこにね、行かなきゃいけないって思うとさ、逆につまんなくなるからさ、なんか俺はなんかね、タモリ的な感じでさ、なんか肩の力抜いて生きてた方がいいかなって思うんでね。タモリ、鶴瓶みたいな感じで、ああいう方がいいかなって思うんだよね。でもその反面、やるべきところはしっかりストイックにやるって感じかな。順風満帆な人生などありえない。この回答の方が堅実な生き方を全うできるのではないかと思います。確かに。全角が判断する方。私、20代の頃は仏を信じていませんでした。それが30代で仏教に出会い、心からその出会いは良かったと思いになった。これも10代の頃に思い描いた人生設計とは違っています。これね、深いね。俺もね、ちょっと似てるんだよね。俺すごいさ、YouTube でさ、大河和尚さんっていう仏教のね、お坊さんのさ、話を聞くんだよね。あの人っていうのは結構ね、その、硬くなくてね、なんか、うん、エッチしてもいいよ、的な感じだよね。肉食べてもいいよ、的なね。でも、すごい、しっかりしている考えとか、健全でね、正しい考えなんだよね。で、まあ、20代の頃は、まあ、確かにスピリチュアルは結構見ていたんですけど、それが30代になって俺は仏教に行きましたね。で、仏教の考えっていうのは、俺、マジで最強だと思ってるんだよね。でも、ね、そこにぴったり、自分をはめるってことも非常に難しいことで、根底に仏教があって、そこを軸にさ、ちょっと悪いこと したら、そこになんか、戻るみたいな考えがいいんじゃないかなって思うんですよね。30代から仏教を皆さんにお伝えすることが機会になった。その頃に描いた人生設計は49から執筆カットに入るなどとは夢にも思ってもいませんでした。俺もそうだよ。まさかこの動画を出す活動に入るとは夢にも思ってなかったよ。予想もしなかったこと、想定外の時代、これが良いことなのか悪いことなのか、その時点では分かりません。確かにね、うん。仏教では時間が経過して心が穏やかになることならば善、心が乱れることがあれば悪としますが、さらりとしてそこにさまざまな縁が変わり、道が曲がったりを逆転したりというのはよくあることなのです。いいこと言いますね。これいろんな風に、いろんな風に合わせてか方を変える。人生100年時代と言われる中、これから先も予想しなかったこと、想定外のあれこれが次々起きる。つまり人生に人風満帆はありえないということです。コロナもそうだしさ、もう全部があれだよね、うん、想定外ばっかだよね。だからね、子供がさ、変な話でね、車にはられて亡くなってしまうとか、そういうこともあるしね。で、そこをね、修復して立て直していくかってことに、俺、人生の醍醐味があると思うんですよね、そういうネガティブなことに。ただ、人風満帆についてもいくつか考える、もともとの解釈されている、追い風を受けて人風満帆、人風というのは、そういう方をいっぱいに膨らませている一方からの風のことでしょうし、一本柱に一枚のことという日本の、ほかけ船というのかな、そういうイメージでもあります。しかし、会場も人生も、いつもいつも人風、つまり追い風ばかり吹いているわけではない。どちらかといえば、横風や斜め風、逆風の時が多く、時々は台風のような、大嵐に遭遇することもある。まあ、今回のコロナがそうだよね。特に仕事でダメージを受けている人はね。そうした人風ではない時、4本マストの船ならばどうか、たくさんの炎の張り方を千変万化させ、どんな方向からも風を受けられるようにする。時には逆風で目指す方向に船を進めていける思考法と技術を持っています。風向きが変わったらそれに合わせて炎の向きを変える、そういう臨機応変の生き方ができるならば、技ありの順風満帆人生、順風満ポ人生っていうのかなが遅れるかもしれませんね。世の中には、勝ちもなければ負けもない。あ、確かにね、
これはいいよね。その勝ち負け白黒とかさ、なんかああいうはっきりするの良くないよね。なんか、白黒はっきりさせようとするとか、対立構造させるとかね、底辺とかね、勝ち組とかね、良くないよね、本当。私たちは何かというと、あれかこれかという話の付け方をする様々な分かりにくいことを分かりやすくするための、二極化ですとか、世の中はそう簡単にあれかこれか白か黒かで決着がつくものではない。物事が分かりにくいのは当たり前。そうなんだよね。全部グレーだし、グラデーションなんだよね。だから、あれかこれか白か黒か問われても結局そうした二極化のせいで迷ったりなんだりするわけです。本当だよね。仏教のお経は8万4000とあると言われているが、その中で最も独自され、天皇は般若心経です。般若心経は、実は、全部で300文字足らず短いお経をゆっくり、読中されすれば約4分、早くも40秒ぐらいで終わっている短さですが、そこで説かれていることは、例えようのない大きさ、広さ、深さを持っている。ああ、なんか真実はシンプルで美しいみたいなことですよね。前半で説かれているのが空の大原則。すべての物事はあれとかこれとか変化しない固有の実体ではなく、円の集合体である。絶えず変化し続けるという心理、本当だよね、変化してるんだよね、いろんなことがね、刻々と、それにね、俺らは合わせなきゃいけないんだよね、まあ、そうだよね、自然と一緒だよね、この空の大原則をもう少し優しく説明すると、次のようなことになる、例えば、生と滅、赤と浄、象と弦といった対立概念、二極の概念を挙げて、そんなものは実体としてあるわけではないと指定します。そしてこの考え方は先に挙げて3つの例ではなく対立概念を全て言えることだとする。そのように考えれば世の中には勝ちも負けもありません。こういうのをさ、あの若い時にさ、若いつか学生の時にさ、なんか学校の先生とかさ、なんか親とか尊敬できる大きな立場の人が俺らにさ、しっかり唱えてほしいよね。それをさ、知っておいて、ね、社会に出るのとね、生きていく、まあ社会に出ないにしてもね、スクールカーストとかあるからね、勝ち負けに固執する人の心理。でもこれ義務教育と矛盾してんだよね。義務教育はそういうのをね、はっきり点数とかつけてさ、いい悪いとかなんじゃん。だから義務教育と仏教がさ、なんか対立構造になってんじゃないのかって俺も思うんですよね。勝負の世界を見れば、相撲に、勝って勝利負けたという言い方が定着している。極端に言えば、戦争に真の勝者なしということもそうですよね。あ、確かにね。世の中には勝負にこだわる人、いわゆる白黒をつけたがる人も少なからずいます。そういう人はほとんど勝つことにこだわり負けを恐れる。だから勝つことより負けないことを肝に銘じるとかのがいいんだよね。そして重々にして勝てば傲慢なり、負ければ相手を恨んだり憎んだりということになってしまう。いずれにしても穏やかな心は求めようもありません。本当ですよね。同じようなことは損と得、他と小、善悪といった対立、概念にも言うことができる。その対立二極化に分かれる境目がどこにあるか考えても分かると思うが、それは時代によって変わり、人によって異なったりするものは確かに。般若心経が教える二元化しない生き方、今、損だと思っているものが1年後に得になったりすることはよくあること。だからね、損して得取るとか、まあ、寛容になるとか、許すってことが大事ですよね。正や他、善に対しても時代、価値観、地域が変われば簡単に評価ひっくり返ってしまう。まるで恐るゲームです。本当だよね。常識っていうものはね、その時代とか地域によって変わるもんね。一夫多妻制とかね、浮気とか、そこに関してもそうだしね。般若心経は対立概念の境目で思考停止せずに、正と語などの対立概念から離れた方がいい、気にした方がいいという、そう語りなさいと説いています。世渡りの中では二極化、白黒つける、二元論は分かりやすい思考かもしれません。ただそれにこなっていると迷路に入る。物事を二元化しない生き方の方がずっと楽だと判断心境を教えてくれる。だこれもっとね、俺昔に知りたかったなって思うんだよね。今は俺分かるよ、この感覚が。ちょっと進路がね、もっと早ければ本当にもっと良かったのになって思うんですよね。だから俺はこの動画でお伝えしてるんですよね。らしさほど、普段ものはね、らしさとは何だろうと思います。男らしさ、女らしさという言い方もありますね。他に中学生らしく、会社員らしく、お坊さんらしくとか、山ほどのらしさがある。耳にするよく耳にするフレーズですが、変な言い方かもしれませんが、一番小さならしさが自分らしさ、一番大きいらしさが日本人らしさでしょうか。改めて考えると、らしさほどあやふやよくわかんないものらしさというのは大元基準になるものがあるはずですが、これが聞く人によっては答えが様々です。自分らしさといったって、本当に自分というものが何だか分かっている人は残念ながら私は一緒もあったことがありません。そうなんだよね。人のことはああだこうだやるけど、みんな自分のことが分かってないんだよね。確かにこれはおっしゃる通りですね。自分が何だか分かんなくてらしさといった感じです。逆に一人一人に自分らしさがあるとすれば、
日本人1億2000万それぞれらしさがあることになるから、それこそ日本人らしさといったざっくりとしたまとめ方とてもできるわけがない、こういうことになる。だからこれもね、平均を取って考える義務教育が俺いけねえと思うんだよね、うん、こうしなきゃいけない、ああしなきゃいけないっていうね。空の教えるによって意義がある、その仏教には空の教えに空っていうのかな、もしかしてやるとね、空とはすべてのものに変化やしない固有の地ではないという教え、つまり、教えに従えば変化しない絶対的なさらなるということがわかる。なぜ普遍のらしさはないのか、それはすべてのものは縁によって現在仮にそうなっているだけで、その別の縁が変わったり、現在の縁が減ったりして別のものになってしまうからです。すべてのものは変化していくもの、変化をやめないものであり、同じ状態でありすぎることはありません。まあ確かに、うん、全部ね、形あるものはみんな変わりますし、いつか滅びるからね、それに同じ状態するからね、これはこういうものだと言っている判断、単なるこだわりに過ぎません。ちょっと一回ここで来て、またちょっとつなぎます。